演奏会の中盤には青森県警察音楽隊寸劇チームによる特殊詐欺被害防止の寸劇が行われました。特殊詐欺とは、振込詐欺、下級請求詐欺、還付金詐欺など、犯人が電話などを巧みに利用し現金などを騙し取る詐欺の総称です。青森県内でも31件の特殊詐欺が発生し、被害額はおよそ1億280万円に上っています。そんな特殊詐欺の中でも増加中の警察官などを装いキャッシュカードなどを騙し取る手口について、寸劇を通して見ていきましょう。女子大生の山崎さんはある日、遊ぶ金欲しさにツイッターで高額バイトと検索。悪いこととは知りながらも1日10万円以上という投稿に惹かれ、詐欺グループの受け子として高齢者からキャッシュカードを騙し取ることになったのです。よし、受け子役の女子大生が引っかかったぞ。あとはじいさんばあさんを騙すだけっと。裏ルートから入手したこの高齢者名簿を使ってっと。今日も一人にして稼ぐよ。よいしょっと。さあ、どこに電話するかな。青森市新城1-1、天田内高安と千尋夫妻、70歳代の二人暮らしか。よし、ここにかけてみるか。いや、最近コロナで全然外に出れなくて体なまっちゃうね、じいさんね。なんだな、なんか面白い記事ないかな。ないかな。お、県民と警察の音楽の集いだって。感染症対策もちゃんとするみたいだし、これなら行ってもいいんじゃないかな。いいな、これいいな。わも生きてだんだで、この演奏会去年ねえか。嘘、もう始まってるかな。始まってたな、これもういつの新聞読んでた。いや、ごめんごめん。何何？この演奏会の様子は、12月に、ケーブルテレビで放送予定、さらに、後日、YouTube でも配信予定なんだって。はあ、ってことはこれどこにいても家にいてもこの演奏会見れるんだな。だな、便利な世の中になったな。なったな。おお、びっくりした。もしもし。もしもし、私、青森警察署刑事第2課の佐藤と申します。天田内さんのお宅でよろしかったでしょうか。はい、そうですが、実は、詐欺の犯人を逮捕して取り調べたところ、はいはい、詐欺グループの一員が、はい、天田内千尋さん名義の口座から、はい、現金を引き出したことが分かったんですよ。他の口座も確認したいので、はい、持ってる口座すべて教えてください。私は南部銀行と白鳥銀行の口座持ってます。お金が引き出されたのは南部銀行の方からでした。はい、こちらの口座につきましては、はい、既に凍結しております。あ、よかった。はい、白鳥銀行の口座もお調べしますので、そのままお待ちください。わかりました。ちょっと父さん大変。どうしたば。今、うん、青森署の刑事さんから電話来て、うん、カードから現金引き出されたっぽいのよ。大変だぜばな。だ、でも白鳥銀行はまだ引き出されてないみたい。今調べてもらった。もしもし、天谷さん。お、もしもし。白鳥口座銀行の口座についてお調べしましたところ、現金はまだ引き出されていませんでした。よかったですね。よかったですね。本当によかったです。この口座につきましても、はい、もうすでに凍結していますので、はい、今後お金が引き出される心配はございません。ご安心ください。よかったです。ありがとうございます。ちょっとお父さんさんも変わって、もしもし、
もしもし、旦那様でよろしかったでしょうか。なんだ、なんかお金引き出されたって聞いたけど。そうなんですよ。ただ口座につきましてはすでに凍結していますので、お金が引き出される心配はございません。今後の手続きについてご説明いたします。まずキャッシュカード2枚につきましては、裁判所に証拠品として提出いたします。あと口座の暗証番号も変えなきゃいけませんね。せばどうせばいいんだっけ。こちらの方から刑事が天田内さんのご自宅に伺いまして、うん、キャッシュカード2枚と暗証番号を書いた紙、これをお預かりに行きます。そして受け取り次第こちらで手続きをいたしますので、よろしくお願いいたします。なんか最近警察官だって名乗ってキャッシュカード騙し取る詐欺あるじゃな。これ大丈夫なんだかなって思って。ああ、それですか。そうですよね、このご時世ですからね。ただご安心ください。不正利用を防止するためにうちの刑事が天田内さんの面前でキャッシュカードに切り込みを入れます。切り込みを入れたカードは使えないじゃないですか。わかりました。じゃあよろしくお願いします。よろしいですか。そうしましたら準備が整い次第また連絡させていただきます。はい、失礼いたします。なんかごまかされた気するけど。大丈夫だよ、警察からの電話だもん。大丈夫大丈夫、キャッシュカード受け取るだけで1日10万円ってなんて言われたんだろう。早く電話来ないかな。あ、電話だ。もしもし。あ、もしもし、山崎さん。はい。仕事入りましたよ。場所が青森市新城 1-1。 ここに70歳代の天田内孝康と千尋という夫婦が住んでいますので、ここに行ってもらいます。はい。山崎さんは青森警察署刑事第2課の木村という刑事ですからね。はい。大丈夫ですか。はい。流れについて確認したいので一回通して話してください。はい。まずは相手を安心させるために偽の警察手帳を見せる。それから不正利用防止のためだと言ってキャッシュカードの一部に切り込みを入れる。 IC チップと磁気部分は傷つけちゃダメなんですよね。あとはブツを持って撤収。山崎さん、パーフェクト、完璧ですよ。もうこれで10万円は目の前ですよ。10万円、わっしょい。わっしょいって言ったらわっしょいって言い返さなきゃ。いきますよ、10万円、わっしょい。わっしょい。その息です。そしたらこちらの方から天田内さんの方に電話をしますので、だいたい15分ぐらい経ってから着くように時間調整をして現場の方に向かってください。はい。はい、よろしくお願いいたします。はい、わかりました。はい。よし、ちゃちゃっと済ませて10万円もらうぞ。10万円、10万円。おびっくりするな、いちいちこれな。はい、もしもし。もしもし、私、青森警察署刑事第2課の佐藤と申します。先ほどの。はい、ですね、準備が整いましたので、こちらからですね、木村という女性刑事が天田内さんのご自宅に伺います。ですので月次第ですね、先ほどお話ししました、キャッシュカード2枚と暗証番号を書いた紙、これをお渡しください。裁判が終わったらちゃんとお返ししますよ。はい、わかりました。はい、ではお待ちしてます。はい、よろしくお願いいたします。はい、失礼いたします。よし、これは完璧に引っかかったな。絶対いけるわ。よし、あとは山崎さん頼むよ。お父さん、うん、これから女の刑事さん来るって。あ、じゃあキャッシュカードの渡してやればいいよ。だな。うん。早いな。随分早いな。早いな。随分早い。ごめんください。はいはいはい。ガラガラガラ。青森警察署から来ました刑事第2課の木村と言います。キャッシュカード受け取りに来ました。
でっかい手帳だな。はい。だな。おお、本物だな。ま、ちょっと持ってくるから待ってて。はい、うんうん。これもな。重いんだよな。重いな。な。よいしょ。なんぼでっけえカードだじゃんこれ。私も大きいハサミ持ってきたので大丈夫です。それでは不正利用を防止するためにキャッシュカードの一部に切り込みを入れますね。はい。IC チップと磁気部分は傷つけないようにと。はいはい、あ、今なんか言わなかった？あ、いいえ、独り言ですよ。大丈夫です。ああ、どういうことも。刑事さん、刑事さん。はい。切り込みってこんなにちっちゃくて大丈夫？大丈夫に決まってる。みんなも警察が言うことだよ。そうですよ、大丈夫ですよ。それでは暗証番号の紙と一緒にお受け取りします。はい、裁判が終わったらお返ししますね。それでは失礼します。よろしくお願いします。お願いします。ガラガラガラ。ああ緊張した。なかなか勘の鋭いじいさんだったな。でもこれで10万円もらえるんだ。さっさと移動しよう。いやなんかさっきの刑事さんすごい焦ってなかった。ずいぶん若い刑事だった。だな、若いからか。ああ、まあ、だでもね、これ以上お金引き出されなくてよかったね。安心したか。安心したね。ああ、テレビ見よっか。よいしょ。ああ、なん、どうしたの、どうしたの、何何。母さん、ちょっとテレビ、テレビ。え、警察官がキャッシュカードに切り込みを入れて現金を騙し取る詐欺が多発中。え、なんか野心に乗ったんだよ、さっきの女刑事。キョドキョドしてたもんな。なんだ大変だこれ、本物の刑事に110番。だんだんだんだ。あ、ちょ、あれ、母さん、110番って、あ、これ何番だっけ。110番、え、1110110じゃない。1110、あ、1多いな。1多いわ、110が。あ、もしもし、警察ですか。さっき家さ、おっきいハサミ持った女の子来てキャッシュカード取られる詐欺にあったんです。はい、あ、今すぐ来てくれますか。はい、はい、よろしくお願いします。はい。よし、こっちが詐欺の現場近くだ。必ず見つけてやる。犯人は20代女性で、スーツ姿。やたらとでかいハサミを持っている。でかいハサミ？でかいハサミって、いた！すいません、ちょっとよろしいですか？何ですか？今、この辺でキャッシュカードを騙し取る詐欺事件がありまして、犯人は20代女性で、やたらとでかいハサミを持ってるということで声をかけさせてもらいました。他の持ち物も見せてもらえませんか。ちょっと、ちょっと待ちなさい。どうして逃げるんだ。もう逃げられない。さっき高齢の夫婦からキャッシュカードを受け取りました。詐欺の現行犯人として逮捕する。署まで来てもらうぞ。これは没収だ。しかし大きい大きいカードだこれ。小圧だ。こうして山崎さんは詐欺の犯人として逮捕されました。今ツイッターなど SNS を使った詐欺アルバイトの募集が多く存在し、成人だけではなく未成年者が犯罪に手を染めています。ネット上の怪しいアルバイトには決して手を出さないでください。また、不正利用防止と嘘をついてカードに切り込みを入れて騙し取り、現金を引き出す詐欺が急増しています。キャッシュカードを取りに行く、暗証番号を聞き出す、これらは確実に詐欺です。詐欺グループは警察官、役所職員など、さまざまな役割を演じて皆さんを騙そうとしています。少しでもおかしいと思ったらすぐ身近な人や警察に相談してください。